小島での男女ダブル優勝戦はおよそ3年ぶりの開催となりました。ボートボーイカップは予選の2日目です。競争水面続いて第10レース女子の予選特賞の開始です。1号艇には小野さくら、2号艇には三松直美、3号艇には渡辺由美、4号艇石井博美、5号艇には堀之内清子、6号艇中澤博奈、以上6選手の対戦です。6号艇の中澤は5号艇堀之内のマークに出た格好で1、2、3、4、5、6、定番通りの並びとなります。前半の4レースは2コースから差しを決めまして、これが初勝利。そして今日の2走目、白の勝負で登場です。1番人気は1号艇小野さくら。2コース2号艇地元の三松でセンター3コース、2番人気3号艇の渡辺由美です。4コース候補、角14号艇の石井。5コース3番人気5号艇地元堀之内は昨日の選抜同様、チルトは 1.5 度。モーター44号機リング2本を変えてきての登場、サイアウト6号艇の中澤です。スロー3艇ダッシュ3艇です。第10レース女子の予選特賞、内寄りから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内寄り5艇が並んだスイート体系飛んでました。5コース5号艇の堀内少し出ていきますが、一郎1マーク先に仕掛けているのは3、いや2号艇が先にまくった三松、残しにかかる1号艇の小野、切り込んでくるは4号艇の石井と6号艇中澤、向こう止めに入りました。ここを押し切った先頭1号艇小野さくら、2番手線4号艇横手刺した2艇、その後方3号艇2号艇5号艇一緒にマークの世界スタートは正常。内縦ロースは3号艇の渡辺接近中、4号艇の石井は握る、サウス6号艇中澤ホームに移ります。先頭は1号艇小野さくら、2番手かわして4号艇の石井博美、3番手どうだ3号艇6号艇接戦、インコース6号艇中澤、アドコース3号艇の渡辺由美、最初から2号艇三松も押し上げてレースは2周目と移っております。2番手は4号艇の石井が行く、6号艇3号艇が競り合った、くるっと2号艇の三松でバック側、3番手どうだ握った6号艇の中澤ですが、まだ後方から食らいつこうと3号艇の渡辺、その後方2号艇三松、最後方5号艇堀之内、レースは2周目マークの攻防戦です。3番手押さえ込む6号艇の中澤、もうちょっとは3号艇渡辺、開いて切り込んでホームに移る、6号艇キャビってしまった、3号艇バンド交代する、3番手6号艇の中澤博奈、上段級は146、レースは3周目と移りました。このレース1台後半からインから押し切りました。先頭1号艇小野さくら、2番手4号艇の石井博美、3番手6号艇の中澤博奈、上段系は146、2連単1447.3倍、3連単146、逃げ満州も後輩と309.6倍です。ラストコーナーの旋回と向かっています。今日連勝先頭1号艇小野、2番手が4号艇の石井、3番手クルッと6号艇の中澤、取り切って上段系は146で間もなくゴールインです。先頭1番です小野がゴール、2着4番石井、3着6番の中澤ゴールイン、3番渡辺ゴールイン、2番の三松、ラストは5番の堀之内ゴールイン。以上小島第10レースでした。第10レースの確定です。1着1番、2着4番、3着6番、以上でございました。雨が降ったり止んだりのお天気が続いておりますボートレース小島、日曜日開催シリーズ2日目、男子のレースとしては今日のラストカードとなります。第11レース予選特選です。1号艇には北村誠司、2号艇には岡谷健吾、3号艇には浮田義弘、4号艇には菅文也、5号艇には国崎義晴、6号艇東純喜、以上6選手が争います。6選手バック側、ゆったりとした待機水面です。1、2、3、4、5、6、定番通りとなります。今日のオープニングカードは4着と中間着ではありましたが、今日ここ2走目白の勝負服です。人気の中心に押されました1号艇北村、ゆっくりとホーム側、2コースが2号艇の岡谷でセンター3コース、3号艇地元の浮田、今日ここ1回走り、初日は2着3着と上位着でした。4コース下げて角1、逆転対抗角4号艇の菅、前半7レースは2コースか差しを決めての初勝利、そして今節気力に苦しんでいる5号艇の国崎、今回ギアケースを変えてきて5コースからサイアウト6号艇の東です。スロー3艇ダッシュ3艇の枠なりです。第11レース男子の予選特選です。 Eコースから1番2番3番4番5番6番です。
スタートとした4カとかコースタート4号ですが、さあ出し分出ていく、寄せていく、4号手を止まれ、4号手菅が立て直す、まくっていく、残りかかる1号手の北村握って、5号手の国崎切り込んでくる、2号手の奥谷向こう止めに入りました。カートから攻めた先頭4号手の菅文也、2マス走を回して5号手の国崎、3番手刺した2号手の奥谷、その後方1号手3号手6号手一緒にマークの世界スタートは正常でした。トップ使い4号手の菅、2番手小さく抵抗する2号手奥谷、先はいい、差し返す5号手の国崎と1号手北村ホームに移ります。先頭抜きたら文句なしは4号手の菅、2番手サバに取り返す5号手の国崎ですが、さあ3番手が続くは2号手の奥谷で上田家4号蓋、レースは2周目と映っております。1マークのターンで先頭4号手の菅、2番手5号手の栗崎が回る、外を回して2号手岡田にバックは、2番手内踏ん張って5号手栗崎、3番手がじわじわ来るのが2号手の岡田にです。2番手3番手低間隔2停止3停止さ、その後方1号手北村、3号手起きた最高ホール号手の東、レースは2周目はクロス世界、2番手踏ん張る5号手の栗崎、3番手が追いかけて2号手の岡田にですが、1号手くるっと顔を出す北村誠二、2番手5号手の栗崎で3番手かわそうと2号手の奥田に、上田家は4号蓋、さあ今度は4番手がどこまで追いかける1号手の北村、レースは3周目の1コーナー、4角から一定しまっくり勝利は4号手の菅、2番手5号手の国崎で3マスを回し続ける2号手の奥田にくるっと、さあ来た1号手の北村ですが、3番手かわして2号手の奥田にで、上田家は4号蓋、2連単4号10倍ちょうど、3連単4号蓋 38.7 倍、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。お見事今日連勝、先頭4号手の菅、2番手5号手の国崎で、3番手ホームに移ってくる2号手の岡谷で、上田家は4号蓋で、まもなくゴールインとなります。先頭4番です菅、ゴール、2着5番の国崎、3着5番の岡谷、ゴール、1番北村、3番浮田、ラストは6番東がゴール。以上鹿島第11レースでした。第11レースの確定です。1着4番、2着5番、3着2番以上でございました。ボートレース小島ロングラン改正でお送りしておりますボートボーイカップ男女ダブル優勝戦は予選の2日目、いよいよ2日目最後の戦いを迎えています。第12レースは女子の記者選抜戦です。1号艇には日高いつこ、2号艇には孫崎桃代、3号艇には宇野弥生、4号艇遠藤恵美、5号艇には木司、6号艇真庭夏美、以上6選手の対戦です。ピット離れ劣勢だった2号艇の孫崎ではありましたが、なんとか持ちこたえて結果的には1、2、3、4、5、6、定番通りの並びとなりそうです。今日の前半6レースは2着連帯です。ここは白の勝負服、折り点では全ての項目に色がつきました。人気の中心は1号艇日高、2コース2号艇の孫崎で、センター3コース3号艇の前半2レースは2コースかまくっての勝利、4コース引いて角1、4号艇の遠藤となりました。前半4レース大外から3着連帯です。2番人気分け合ったのこの中枠勢、3号艇宇野と4号艇の遠藤、5コース5号艇地元のキーサイアウト、6コース6号艇真庭夏美、新入スタイル3対3の枠なりです。第12レース女子の記者選抜戦、1コースからエジョン2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。3号艇以外の5選手が並んだ選手だけ、0台スタートは1号艇の日高、角が4号艇の遠藤恵美が仕掛けていく、残りにかかる1号艇の日高が逃げる、差しに回っては2号艇の孫崎、さらに5号艇バックへと入りました。1号艇2号艇の先生踏ん張った1号艇の日高、日崎もう少しは2号艇の孫崎、3番艇争い仕掛けた4号艇遠藤、内へ入ってくるか、5号艇のキーは外へと持ち出して一緒にマークの世界スタートを成長、2号艇4号艇が殺到する、差しに回って1号艇日高ホームに移る、2号艇膨らんだ、そしてリードは一定し1号艇の日高、アドゴース帰ってくる2号艇の孫崎、3番手の線4号艇5号艇の接戦状態、レースは2周目と移りました。先頭リードは一定しは1号艇日高、2番手押さえ込む2号艇の孫崎、後方接近5号艇キー握って4号艇の遠藤恵美バックへと入りました。さあ抜けたのは1号艇日高、2番手全速線から逆転4号艇の遠藤ですが、その後方から5号艇のキー、4番手交代2号艇の孫崎、その後方6号艇の間には最後方は3号艇の宇野、
走。レースは2周目枠のターンへと向かっていきます。3番手盛り込んで5号手キー小回り、2手4号手の遠藤、差し回って2号手孫崎と6号手間にはホームに移ります。前の2人は1音体系、注目は3番手5号手キーが盛り込む。すぐ後ろから来るは2号手の孫崎と6号手の間には、レースは残り1周。0台前半1周目枠でさばいた先頭1号手日高、2番手4号手の遠藤、3番手5号手のキーが坂井、切り込んで6号手間には2号手の孫崎バックへと入りますが、3番手少しリード待って5号手内本のキー司、上田明は145、2連単以上 3.6 倍、3連単145 14.4 倍、ラストコーナーの世界と向かっていきます。今日は2ピンで軌道修正図りました。先頭1号手日高、2番手が4号手の遠藤、3番手のホームに移ってくる5号手のキーが取り切って、上田明は145で間もなくゴールインです。先頭1番日高がゴールイン、2着4番遠藤、3着5番のキーゴールイン、6番2番接戦でゴールイン、ラスト3番宇野がゴールイン。以上、鹿島第12レースでした。第12レースの確定です。1着1番、2着4番、3着5番、以上でございました。